11.10 東京後楽園ホールです。究極 KO バトルクラッシュ、そのナンバーシリーズ34、こちら渡部翔太、ほとんど視線を外しません。右側がノーマンの対戦となります。64kg 契約、3ラウンドマッチ、延長1ラウンドがあります。さて解説はおなじみの小比類巻孝之選手、そして格闘技ライターの中村拓海さんです。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて中村さんに伺いましょう。こちら赤いグローブノーマン29歳が現在3連勝中なんですね。そうですね、1月の大会でちょっと負けてしまったんですけど、その後確実に結果を残してきて、本当にオールラウンダーな選手で、はい、自分の攻めどころ、勝つ、ここで勝つっていうところをしっかり知ってるというか、そういったところが今の結果につながってるんじゃないですかね。ミドルキックを右で放っていきますノーマン。対して青いグローブ渡部、こちらはサウスポーでの構え、ローキックを放っていきます。小比類巻選手、膝を代表として足技の強いファイターですね。はい、彼は非常にバランスがいい、軸ができている、構えできているので、はい、何でも出せる構えかなと思ってます。もう構えからもいろいろ伝わってきますか。はい、いいですね構えも。さらにバックブローという強力な武器もあります渡部。それに対してじりじりと小比類巻選手、今ノーマンがプレッシャーをかけていったように見えました。そうですね、ノーマン選手はもう毎試合毎試合レベルが上がっているというか、はい、パンチも強い、よく考えて戦えるようになってきましたよね。打ったその次はどうするかとかっていう先の先を考えれるようにすごくなってきてるなって思いますね、はい、ここも腹部への蹴りからのパンチ、つながりがいいようですノーマン。もう一撃、三日月蹴りですね。はい、ノーマン選手技も増えてますよね、いろいろ。そうですか。おお、これはどうだ、これはローブロー。ちょっとでもボディも効いた感じじゃないですか。そんなになんか思いっきり入ったというよりも、はい、ちょっとローブローだとは思うんですけどね。でもノーマン選手はこういう三日月蹴り使ってるっていうのも、今までの試合であまり見たことなかったんで、はい、この試合のために練習してきたのか、また新たな技の引き出しとして持ってきたのか分かんないですけど、そういうテクニカル的なところを感じますよね、はい、腹を狙っていこうというセコンドからの声聞こえてきますね。ハイキック一撃、さらにボディへの蹴り、いろいろと軌道を変えてきます。対して左ローは渡部。ノーマンが何かを狙っているような、そんな雰囲気を醸し出しています。左ジャブ、膝を立ててリズムを取る、そんな動きも時折あるノーマン。バックブロー、渡部の得意な技、一つお株を奪うようにノーマン繰り出してきます。クラッシュは来年1月にはアンダー 65kg のトーナメントも開催されます。中村さん、そこを睨んでというのも両者あるでしょうね。そうですね、ここも詰めてくる、ノーマン、プレッシャーもいいですね、ノーマン、さらに右ストレート、パンチも出るし、ミドルも出るし、三日月出るし、早くも出るし、今膝も出ましたよね、はい、ちょっと小比類巻選手、これ、渡部がなすすべ